目の1回スタートボタンの方を押して始めてもらいましょう。さあライチ VS 狭間で HH ライチはなんか苦そうな顔してるが大丈夫か。さあやってもらいましょう。でこの次の試合がですね、チーム青翔勢とチーム大阪×井上、代表者じゃんけんをしたいと思いますんで、木村チームかな、よかったらじゃんけんの方しといてください。よろしくお願いします。さあ狭間を前にして戸惑っている HH ライチ、必死にセコンドのアドバイスを聞くような形だが、すぐさま実戦ができるんでしょうか。見ていきたいと思います。先鋒戦 HH VS 13km。 まずは狭間がまとわりついていく、ガードで耐える。裏回らせ引っかかって、先手は 13km。いったニアが飛びを引っ掛ける、ファースト使う形で、さあ飛び引っ掛かるのはカウンターだったが、大きいダメージは痛めないものは HH もエンジンかかってきた、コーパー流れて返す、スピードにあふれるこの対戦カード、上からお互いめくるかどうかといった形だな。狭間が立ち上げ落として橋に持ってく、さらに追撃落として、ツバメを読んでいたガードから方天神追撃で、まずは 13km ラウンド選手、さあ開幕タスクパン、これ決まって HH ライチもミラーの村先手を打っていく、中断通してさらにダメージ上げるところでバースト返していく、ウロボロスを使って対空技を潰そうとしていく狭間の後、これ大きな引っかかった、空投げで着地、追撃を見せているものは引っ掛けたところから勝負、一瞬様子見から暴れ潰し、中段から方天神きっちり決める、追撃から勝負、しかしここは HH も返していく、崖で返す、さあこれクーポン決めるか、途切れてまだ分かんない、飛びを通してまずは 13km。 美しい女性を傷つけるのは気が引けますね。